ヤコブ・ヤンチャーは、オーストリア・シュタヤー・マルク・シュー・グラーツ出身のプロサッカー選手。SK ・シュトゥルム・グラーツ所属。ポジションはミッドフィルダー。2003年、14歳の時に SK ・シュトゥルム・グラーツの育成アカデミーに入団。2シーズンにわたり、レギオナルリーガに属する、セカンドチームでプレーし、2007年10月の FC、レッドブルザルツブルク戦で、オーストリア・ブンデスリーガに属する。 トップチームにてデビューを果たす。同年11月の SC ラインドルフアルタフ派戦で初ゴールを決めた。2010年7月、オーストリアブンデスリーガに属する FC レッドブルザルツブルクに4年契約で移籍した。2012年9月、ロシアサッカープレミアリーグに属する FC ディナもモ,モスクワにレンタル移籍。 20試合に出場し、得点5アシストを記録したものの、買い取りオプションは行使されず2013年6月に、ザルツブルクに復帰した。2013年9月、オランダエールディビジに属する NEC 内イ編に移籍。リーグ戦26試合で3得点5アシストを記録した。2014年6月、スイススーパーリーグに属する FC ルゼルンに移籍。 同クラブでは2シーズンにわたってプレーし、マルクス・バッベル監督の元リーグ戦71試合に出場、12得点17アシストを記録した。2016年8月、トルコスユペルリーグに属するチャイクル・リゼスポリに4年契約で加入した。f c ル・ゼルンに支払われた、医薬金は90万ユーロ。U-16 年代からオーストリア代表に選出されていた。 2009年6月開催の 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選セルビア代表戦で A 代表初キャップ11月開催の親善試合スペイン代表戦で初ゴールを記録したありがとうございます